はい、みんなおはようやでー。はい、というわけでおはよう。価格やばいよね。オッケー、いつも通りやねんでー。はっはっはー、おはよう。眠たいやろ、あなた。ねえ、眠たいやろ。眠たいよね、キンくんね、眠たいね。今日この子ね、あれなの。お風呂も入ってお散歩も行ったから眠たいね。散歩は毎日行くけど、お風呂は月1ぐらい入れてるんだけど、やっぱね、風呂入るとなんか疲れるみたい。しかもこの子めっちゃ、なんか風呂はまあ普通ぐらい、あの、めっちゃ好きってわけじゃないけど、まあ、嫌いでもないぐらいね。この体勢何？まあいいけど、風呂あんまり好き、まあ普通、まあ普通なのね、本当に普通なんやけど、ドライヤーがね、すごい嫌いで、この子タッチ、こっちがいい、握手、そこの子タッチができます。ね、だから、ケンふわふわだもんね、キンくんね、以上。ほら、お花かピュアで眠いよ、また。眠い顔してるもんね。眠たい。もう11時だしね。うん、いいや。お風呂上がりも眠いするよ。はい、ちょっと待っとけない、撮影するで、タッチ。はい、というわけでありがとうございました。ちょっとセンスするようにしようか。はい、というわけで本日は、久しぶりの爆芽日爆芽日よーイエーイ。なんか、あなためっちゃ毛抜ける。なんかなんでもう抜き毛終わったくない。あの、そうでもないか。あ、ほら見て、わかる。これこのタブタブ触ったら嫌がるな、こうやって。嫌がるって、ほらちょっとこうやって顔かしげ。ごめんなさい、嫌でしたね。ごめんなさい。握手。寝とって、おねんねしとって。わかった？おねんねしとってね。ねえねえ、なんか白いさ、ワンちゃんとかさ、お家にいる人さ、黒い毛一本とか生えてこうへん？たまに。ね、どうしたの？てね、この顎の下にね、黒い毛が一本だけ生えとんの。ね。個性。はい、というわけで、久々に爆買いやねんでーす。久々に爆買いっていうか、ドンキでーす。あ、もう待って、顔中に。顔中に毛が、なんか、あ、ひげ剃ってないで、あんまりアップにはできません。で、降りてこんで大丈夫。それで降りようとしないで。しかも降りるならさ、ここに階段あるよね。階段使って。わかった。はい、というわけでドンキーフォーテさんに行ってきましたので、ドンキーフォーテで爆買いしていきたいと思うんですけど、久々に行ったのね、ドンキに。で、カラコン買いに行ったの。私カラコン、ね、カラコンってさ、みんな何で買っとる？マジで。ちょ、教えてほしいんやけど、私いつもバンビシリーズのヴィンテージピスタチオしか使わへんのやけど、なんかサイトとかあったら教えて。なんか毎回めんどくさくてさ、買いに行くのね。なんか定期とかで届けてくれたらいいけど、そういうのあったら教えてね。なんか暑いと思ったらさ、間違えて浴衣につけたんやった。何間違えたって。はーい、もうそんなことはどうでもよ。あ、お利口てんくん階段使えたのね、お利口さん。そう、あのね、ごめん、さっきから天の話ばっかりなんやけど、あれ階段買ったって言ったよね。あ、言ってないっけ。言った。まあ階段買ったんです。そう、やっぱ腰悪くしちゃうから階段を買ったんですけど、登るのは絶対 100% これで登るんだけど、降りるときに 100% これ使わないの。でもさっき使ったから、こうファーンってことで。はい、もう喋りすぎ。というわけで、もうどんどん紹介していきたいと思います。合計が1905円。ごめん、全然嘘、1095円でした。はい、ありがとうございます。なんか本当に必需品、必需品しか買ってなくて、あのカラコン買いに行ったんやけど、 あれもないこれもないっていう主婦みたいな頭になっちゃって、そうやって考えたらいろいろ買って、なので今回はその、なんかこれがめっちゃおすすめで私前に使ってますっていう、ちょっとモデルぶった YouTube を撮っていこうと思います。はい、まずカラコンですね。まとめ買いです。なんかまとめ買いなんやけど、1個今使っとって、普通にだから合計6個買いました。このバンビシリーズのヴィンテージピスタチオ、本当にね、やっぱこれじゃないとダメなの、やっぱり。ごめん、やっぱこれなの結局。なんか、あの、この前の TGC の時に違うカラコンや、似たやつなんやけど違うカラコンやって、でもね、やっぱちょっと違った。なんか目、なんか漏れない、あんまり。これ TGC めっちゃ漏れたんや、うち。はい、バンビシリーズのヴィンテージピスタチオです。私の、ともちゃんのお目なりたいですっていう人いるか知らないんですけど、もしいた場合、ヴィンテージピスタチオを使ってマッチ。で、もう一個は、これもね、良かったの。バンビシリーズの、レモンヘーゼルだっけな。なんちゃらヘーゼル。レモン、レモンヘーゼル。
レモンヘーゼルでした。これもね、めっちゃいい。かわいい。なんか、かわいい。なんかかわいい。というわけで。はい、続いて、もうどんどんいきたいと思いまーす。あ、ファブリーズですね。ファブリーズっていうか、ファブリックミストでした。ファーファー。ファインフレグランスファブリミックミストオム。オムだって。オムいる？ごめんなさい、いるよね。はい、もうこの匂いが超いい匂いなの。私柔軟剤もこれか、オードディクスのなんかスリープっていう青いやつを使う、どっちかなんですけど、今はね、スリープのオードディクス、オードディクスの方なんですけど、はい、これめっちゃいいです。このさ、わかるよ、気持ちは。ドン・キーフォーテさんの気持ちはすごいわかるんです。盗難防止だったりね、わかるんですね。あなたさ、ハサミあるんで危ない、ちょっとわかるんですけど、すごくこれ毎回飽きづなくてね、か弱いも女の子やね、うち。そうでもなかったみたいです。ねえ、あなたのもの一個もない。ねえねえ、ちょっと待って、さっきまでさ、ねえねえ、テン、あなたさっきまでさ、爆睡してたじゃん。なんで撮影始まったら急にこっちに来るわけ？ソファーにおってよ。はい、続いて柔軟剤系、あ、来ました、オードディクス。言いたいだけです。お、え、ここだけでめっちゃいい匂い。これビーズですね。そのオードディクスのスリープとこれを混ぜて使うことが多いです。か、このファの青とこれ、その2択です、私の柔軟剤は。はい、続いてこちら CNP のミューセラカーミングアンプルミスト化粧水。 CNP の化粧水でええやないかって話なんですけれども、これを買いました。これめっちゃ良くて、なんか私黄色は何回か使ったことあるんやけど、なんかあんまり、なんかあれ、なんか多分成分が違うんやけど、あんまり肌に合わんくて、でもこの白はめっちゃ良くて使ってます。で、私その毎朝ね、処理とかを結構するんですけど、多分本当はダメなんやけど、ちゃんと泡とかつけてやった方がいいんやけど、めんどくさいから、しかもそこまで別に濃いわけではないの、実はね。やから、その寝てさ、スキンケアあるじゃん。そのスキンケアちょっと残ってるじゃん、朝も。ちょっともちもちで。だから、その上に化粧水振りかけて、ちょっとなんかぬるっとした感じで、処理を一応させてもらいます。あんまり言いたくないんですけれども、ここだけの秘密でお願いします。はい、続いて最近めっちゃハマってるものがあって、ごめんなさい、全然しょうもないって言ったらあれなんですけど、最近めっちゃハマってるものがあって、なんかこんなに私買ってた、こちらです。アマトロの入浴剤なんですけど、私本当に待って、入浴剤の中に私が買ったバービーさんのシールがあって、可愛くない？このバービーのシールがあってめっちゃ可愛いと思って、パソコンに貼っちゃおうと思って、お気に入りの2つを買ってきました。で、そうそう、この泡トロがめっちゃ良くて、ほら、バブルバス第1位だって。なんか何がいいって、まず私そもそも毎日半身浴してて、ごめんなさい、モデルぶります。毎日半身浴してて、私の好きなお湯の状態、お湯のビジュアルっていうのがちょっとトロッとしてて、めっちゃごめん、妻と思った、トロッとしてて、なおかつ濁り、この濁りが結構ポイントで、なんか透明とかあるじゃん、やっぱりよくあるんだけど、濁りが結構好きで、その2つを叶えてくるのがこの贅沢アマトロで、これ大好きで、一番いい匂いだったのが、あ、これピオニー&ホワイトムスク、多分これだった気がする。これがめっちゃいい匂いで、昨日これかな、ジュエリーローズの香りかな、あんまりわかんないんですけど、とにかくめっちゃいい匂いで、ちょっとこれなんかパックとか、なんか私これ単品でしか見たことないんだけど、なんかパックとか大きいやつで売ってたら教えてください。あかん、待って、めっちゃ熱い、間違えて床につけた、本当に間違えた。はい、続いてパック編です。なんかさ、めっちゃなんか美容ばっかりで、なんかマジでモデルぶっとるみたいな、本当に思われたの、ほんまにさあさやんって感じなんですけれども、はい、こちらいつものシートマスクです。 T3 の緑のやつ、まあかもなくかもなくって感じで、はい、まあでもなんか鎮静系だから、まあ鎮静しろ、鎮静めっちゃ上から鎮静してねっていう感じで、よろしくお願いしますって感じで、もう一個がこのね、アノアのこの 77% のパックなんですけど、これ私化粧水も美容液とか乳液もこのアノアのやつ使ってて、韓国で買ったんですけど、このパックも韓国で買ったことあって、これ結構良かった記憶があって、たまたまそのドンキ行ったらあったので、なんかさ、ちょっと一旦ごめんね、なんかこのヒゲ周りにずっと手の毛がついてて、めっちゃかわいいんだわ。オッケー。そうで、はい、あったので買いました。もう最近は韓国行かなくて、もうドンキとかで、ちょっと待って、まだダメ、また行ったらストップ、本当にイライラする。そう、最近ね、なんか韓国行かなくてもドンキとかに行っちゃえば、正直あったりするんだよね。マジかいい、鼻の中に入った気がする。はい、あ、セバ、ネイルカーテン超可愛くない？なんか青をやったことなくて、青にしようと思って、このビビットの海外っぽい青超可愛いなと思って、でもあとはお任せで、美咲先生にやっていただきました。ここインスタ貼っておきます。
で、白のグラデーションを振りかけてもらってスタッツをね、つけてもらったの超可愛いでしょ。なんかさ、ファンの子から DM とかでよくなんかネイルのハイライト作ってくださいとか言われて、作りたいんだけど私もめっちゃ、けどもう今までのやつだから、ネイル始めてもう何年目、2年とか3年ぐらい経つからめちゃめちゃあるわけよ。だからちょっと気が向いたらやります、最低。で、続いてこのスキンケア流れでいくと、このアヌアのこれ保湿クリームなんですけど、いつも使ってる化粧水と乳液の保湿クリームバージョンがドンキにあって、これ韓国ではね売ってなかったの、その私が行った時は。で、気になったので買ってみました。わかるよ、この頑丈包装したい気持ちもわかります。はい、できました。めっちゃ A 型みたいな開け方した。 B 型やで、型やで。はい、こちらです、保湿クリーム。なんか保湿クリーム結構何個かあって、全然匂いわからないんだけど、結構朝のスキンケアと夜のスキンケアと、あと朝だけのメイクする時のスキンケアとか、私結構クリームとか使い分けてて、ちょっと試してみたいので買ってみました。で、朝のスキンケアのメイクする時バージョンのクリーム、私このね、サミュー、この PH のサミュー、サミューっていうのかな、あんまりわかんないんですけど、これを使ってます、朝のクリーム、メイクするときは。メイクさんがこれ使ってて結構、まあ匂いもめっちゃいいし、メイクにもね影響ないし、これめちゃめちゃよくてね、ごめんね。なんか一回これね、ヘラヘラのヌルヌル階段の時に、多分ヘラヘラがその協賛かなんかに入ってもらってるみたいな話を聞いて、その時にね使わせてもらったんやけど、めっちゃ良くて、でプラスメイクさんも使ってて、私も使わせてもらって、そう、良かったので買いました。うんとね、1個もう使い切ったの、そういえば。そう、1個は使い切ったので、リピなんか顔黒くない？そんなはずはないよね。はい、続いてごめん、なんかスキンケアばっかりで、本当にお前美容系 YouTuber やけどね。ビタ、じゃあネイチャーリパブリックのビタペアシ集中美容液スペシャルセット、これはこの前もね多分紹介したと思う、アットコスメの時に紹介したかな、ストックで買いました、あったので。で、ヒロインマスカラの、ヒロインマスカラじゃなくてヒロインメイクのこのリムーバー、マスカラリムーバー、もう本当にこれがないと生きていけなくて、ここ最近毎日ねちゃんと美容液塗ったら本当にまつげがマジでキリンぐらい長くなって、でマスカラが濃いから、私クレンジングで落とそうとすると本当に絶対抜けるの、まつげが。だから本当にこれは様々って感じです。で、スカイハイ、はい、もう私が大好きなスカイハイ先生の、待って、くしゃみ出る、くしゃみ出る、出ない、スカイハイ先生のブラックですね、大好き。これもう本当にこれしかダメっていうぐらい大好きです。さ、くしゃみ出るって言ってさ、光見たらくしゃみ出るとか学校とかでさ言われんかった、なんかくしゃみ出るとか言うとさ、隣の子とか後ろの人にさ、上見てみたいな言われて、蛍光灯見てみたいな言われて、パッて蛍光灯見たらくしゃみ出るみたいな言わなかった、うちらだけ、なんか光見たらいいらしい、知らんけど。はい、そしてこちら洗顔です。これはメンソレーターのアクネスの洗顔で、私洗顔も何個か使い分けてて、いつも紹介しているどこだっけ、黒いやつ、あかん、マジで忘れした、最悪、どこだっけ、うちが調べるのが早いかみんな答えるのが早いか勝負ね、あれどこだっけ、カネボー、そうです、今調べる前に出てきました、そう、カネボーのスクラブが入った洗顔があるんだけど、あれ昔は毎日使ってたんだけど、毎日使うとあんまり良くないらしくて、もうゲップ、やっぱスクラブだから、その毎日毎日肌をこすってあんまり良くないからっていうので、私はこれとね、週2ぐらいでカネボーのやつを使って、他はこれを使ってるんですけど、これがなくなったので買いました。はい、ラスト、ごめん全然嘘ついた、ちょっと待って、今ね時が止まったんだけど、え、ごめんなさい、全然嘘ついてて、最初の値段はカラコンの値段でした。それそうだよね、カラコンこんなに買ってたら1万円するよね、なんか全体的に安いなと思ったけど、ごめんなさい、今回の合計3万441円でした、ごめんなさい、ごめんなさい、めっちゃ間違えました。はい、でラストです、アリーでした、ごめんなさい、クロノビューティージェル UVEX で日焼け止めでーす。やばいよね、日焼け止めお顔しくてきちゃいました。なんでこのアリーレにしたか、アリーレじゃなくて、アリーレにしたかはちょっとあんまりわかんないんですけれども、多分たまたまあったんだよね、レジ横かどっかに。そう、日焼け止めやばくない、もう夏マジ恋しくて恋しくて恋しくてって感じなんですけれども、何の歌かわかる、みんな、私が一番好きな倖田來未先生の恋しくてっていう歌です。はい、でそんなことは置いといて、やばくない、日焼け止め買ってる、マジ夏早く来いって感じ。てか普通にさ、冬ってさめっちゃ夏恋しくならん、
冬夏恋しくなるっていうか、12月1月ぐらいまではまだいいのよ。もう2月中旬ぐらいからもうええわってならへん、寒さ。夏早く来てってなるし、夏来たら来たで、もう7月中旬ぐらいにはもうええわってなるやん。夏も暑いし。なるのよこれ、ないものねだりってやつ。でもやっと夏が来るので、てかさ、ちょっとみんなに相談範囲1個あります。あのね、エクステをね取ろうと思ってめっちゃ悩んでるの今。今さ、もうずっと黒髪ロングで、最近ね、あの美容院行けてないから行かなきゃいけないんだけど、黒髪ロングのイメージじゃん、やっぱ私も。で、地毛もね、もうね、だいぶ伸びてきて、ほらもう胸ぐらいまであるのよ。ほぼ胸ぐらいまであって、ミディアムとロングの間ぐらいなのね、今地毛が。だからもう手ね、やっぱりめんどくさいし、夏になって本当に暑いし、帽子もね、やっぱり頭が一回りでかくなるから、エクステシールだから、帽子もねやっぱりきついし、取ろうかなと思うんだけど、どう思う？でもなんか取ったら、なんかやっぱ私的に黒髪は ロングがいいの。ロングだから黒髪っていうのがあって、もう今へそぐらいまであるんだけど髪の毛が。で、取るなら取るでカラーを色を入れたいのね。でもやっぱりせっかくここまで綺麗に伸ばしたし、多分もうほとんど昔染めてたものはないのね。だからもう今綺麗な生まれたての黒髪だから、もうそれずっと悩んでて最近で。なんか自称グリベだからさ、イエベもブルベでもないグリベだから、何色にしようかも、別に何色にしたいってわけでもないから、もうどうしようと思って。でも一回本当にもう1週間以内に美容院行かないとまずいから、とりあえずまだ黒髪ロングなんだけど、どう思う？どう思う？この顔で言われてもね、ごめんね。そう、めっちゃ悩んでるの、本当に。どうしようと思って。てか、そういえば、エンミックス、かましたね。トゥワイスもかましたね。おめでとう。あの、エンミックスは何？あれ、アルバム出すの、アルバムの中の1個って感じ？メインではないあれ。ティーザーとかも出てなかったような気がするんだけど。ヤンドンスン。ティンテントーン、ティンテントーン。これめっちゃむずいよね。ナヨンのこのポップよりも全然むずい。ティンテントーン、ティンテントーン。ゆっくりやらないと無理です。でもこれのさ、みんな一回聞いてみて。あのサビさ、 TikTok かなんかで回ってきたんだけど、あのあれ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、はい、にめっちゃ、もう音源が超似てて、なんかバズってて、でもめっちゃ中毒性あって、しかも可愛かった。MX って割と結構かっこいい、オラーっていう感じ、こんなオラーって感じじゃないんですけど、まあオラーって感じで、でもなんかめっちゃポップで、なんか、ダーリーっていう感じで超可愛かった。そう、で、トゥワイスもかんばしたじゃん。テラテララスティニー、テラテララスティニー、テラ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 ティニー。ごめんなさい、全然バカにしてるわけではないんですけれども、私の顔の問題です。もう最高だった。あのね、カムバしてすぐは見れなかったんだけど、2日ぐらい経って2つとも見て、マジで可愛かった。最高だよね、やっぱり。トワイスって感じ。ライブ行きたいな、トワイス。え、なんでその背向けて座っとんの？ねえ、何？なんでその背向けて座っとんの？あなた毛がモコモコなの。あ、ちゃんちゃん、はい、なぜか背を向けてツンデレでした。はい、というわけで以上でーす。はい、というわけで以上、爆買いでした。爆買いっていうか、日用品でした。日用品でしたっていうか、日用品爆買いでした。ほなねー、また次回遊ぼうねー。